Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さん、こんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。今日はですね、滑り王子マスクマンのね、ストッパー役が帰ってきました。みそちゃん、退院おめでとうございます。はい。やっぱり、マスクマンには、任せておけない、みそにこみすきーです。今日、退院の立ち会いもしたんですけども、やはりですね、今日のテーマ通り、痛々しいところもありましたよ。ダンサーズでございます。はい。今週のテーマは、今週のテーマは痛いです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄を選択し、FM ギノワンを選択してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、シャオロントゥーザスカイ、遠山隆文さん、魂さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バデサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、先週の節約のテーマで一通来ていますので読みますね。はい、どうぞ。はい、フルムン新一さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。みそにこみすきーさん、無事手術を終えたようでよかったです。ありがとうございます。節約、最近はこのご時世で昼食を昨晩の残り物で弁当にしているので、結果的に節約になっているようです、ということでした。でもね、そういう方多いですもんね。うん、自分もそうやってやってました。うん、ですですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、今週のテーマは痛いですね。はい、はい、はい、たいぴょんぴょんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題、痛い。机の下のものを拾うときに、机の角でよく頭をぶつけることがありますよね。あれは痛い。思わずです。なぜここに角があると思いませんか。まあそうなんですけどね。まあ何してもね、あれじゃないですか、机のね、あの足でね、小指をね、あの足の小指ですね、あれぶつけるともうめちゃくちゃ痛くないですかね。痛い、あれなんかね、地味にでも痛い。王子一回それで骨折しましたからね。危険だね、結構ね。びっくりしました。そうか、気をつけないとですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では次いきますね。はい、読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございま す。ありがとうございます。今夜のテーマ、痛い。怪我でも何でもそうですが、痛いのは絶対嫌ですよね。ところで、最近勘違いしている、的外れなことをしている人に対して、周りの人があの人痛いねという表現をしますよね。その痛い人にはなりたくないなと思いますね。良識ある大人で痛いと思う私です。では皆さん、放送頑張ってください。
ジョニコミスキーさん、リハビリ頑張ってくださいってことでした。ありがとうございます。ありがとうございます。これもしかしたらあの、うん、王子のこと言ってる？痛い大人？あ、違う、痛い大人じゃない。なんかね、よく、はい、あの自分では感じないんですけど、うん、ダンサーズからね、ツッコミをね、入れられるとね、うん、ね、また王子滑ってるよって言うと、また痛いことやってるみたいなね、顔するんですよね。うん、痛いですよ、やっぱり。でもね、トークは。やっぱりトークは痛い？トーク痛いです。あの全然感じてないんだけどね。はい。本当、その時間がないのが一番問題だよね。あのね、本当はね、このね、あの、お二人のね、この視線が痛い。いや、視線、いや、二人じゃなくて、うん、あの、リスナーの、ツイキャスご覧の皆さんや、リスナーおきの、ね、リスナーの皆さんも。あれ、そうなの、はい、痛い視線を送ってると思いますよ。痛い視線を送ってるけど、ちょっと、マスクマン気づかんだけでしょ、うん、いや、じゃあ来週からあの、サングラスかけて。あ、そういう問題ですか。サングラスかけて。自らシャットアウトするのやめようよ。ねえ、そんな見る見るしないで。ツイキャスいろいろ来てます。ありがとうございます。沖縄ニュアンチュールさん、名古屋の皆さんこんばんは。そしてミスさん、退院おめでとうございます、ということでありがとうございます。ポッパイは才能くびれや努力さん、覗きに一言です。で、ひがいこさん、ミスさんお帰りなさい、ということで、ただいま、もう王子には放っておけないので来ました、戻りました。はい、鶴ヶ島のカーズ兄さん、ジョニさん、退院おめでとうございます。お大事にしてくださいね、ということでありがとうございます。バーモントさん、こんばんは。みそにしさん、ご無理なさらず。はい、無理しないようにやります。おがちからもちさん、こんばんは。青森からツイキャス見ています、ありがとうございます。ひろっちさん、こんばんは。みそにさん、退院おめでとうございます、ありがとうございます。かみつきばあちゃんさんも退院おめでとう、ということで、ね、でも実はですね、この退院ってすごいおめでとうっていう感じになるんですけど、私の場合はこの先のリハビリが結構大変で、そう、もう手術がスタートって言われてるんで、先生に。で、普通に歩けるまで3ヶ月かかるそうなので、まずは普通に歩けるようになるまで頑張ります。そうですね。このハードトレーニングのようになるかもしれないですけどね。うん、まあ、ね、少しの間我慢して、ね、あの、トレーニングをね、続けていくと。それ、あの、結構ね、今言ってる、その、病院とリハビリがね、なんか、その、スポーツトレーニングみたいな、ああいうのも特化したところなんで、もう、リハビリのイメージが覆されて、普通なんかリハビリってこうね、年配の方がこう、電気をやったり、マッサージしたりってイメージなんですけど、もう、違うんですよ。もう、ジムトレーニングマシーンみたいな感じのガンガン置いてやって、で、もう、いきなり今日のリハビリも、なんかこう、膝の筋肉を上げるの10回とか、そういう世界なんで。まあね。なかなかそれ痛いんですよ、それがまた。きついですよね。うん、ね、もうきちっとね、歩けるような形にね、なるようなトレーニングってことですよね。ね、そうなんですよ。はい。はい。ということで、じゃあ、もう一つ読んでいいですかね。あ、どうぞ。はい、はい、はい。マスクマンさん、名古屋のダンサーズさん、どこかで聞いてるみそにこみすきーさん、こんばんは。今日はスタジオで聞いてます。はい。はい。今週もよろしくお願いします。テーマ、痛いですが、みそにこみすきーさん、膝はいかがですか、ということで、膝は、痛いですけれども、頑張って番組やります。はい。私の痛いは腰痛かな、食堂は立ち仕事だから、うちは私も入れて4人スタッフ全員腰痛持ち。ぎっくり腰になってもよほどひどくないと休めないから、腰痛ベルトで腰を固定。はあ、大変だ。これでなんとか仕事してますよ。ぎっくり腰ひどいと数日起きれないから、なるべくやらないように針やマッサージでケアしながら予防しています、ということで、はい、うん、うん、あ、写真はこれなんだろう、職場の周りの写真かな、白黒で見えないな、うん、ね、コンテナがいっぱい並んでる。はい、ありがとうございます、うん、でもやっぱりそう、食堂の仕事とかやっぱりね、そういうやっぱり膝とか腰とか結構大変なので、はい、うん、そうですよね、いたわりながらというか、ね、うん、予防しながら、腰は結構、ね、負担きますもんね、うん、ぎっくり腰一回やった時、うん、本当にトイレも大変だった。王子ね、2回やってますからね。え、2回やってるの、うん、車に乗っててね、乗り込んだ途端にね、ぎっくり腰になりましたからね。え、それどうなるの、その時は。いや、もうそれ運転できないですから。うん、そうだよね。ドライバーチェンジですよ。ドライバーチェンジ。本当に。やばいですね、それ。うん、まあね、はい、いろいろやってますからね。いろいろやる。王子もいろいろ経験してるのね。はい、続いてですね。はい。もう、いきます？じゃあ、はい。
はい、じゃあ、あれ、いいの？いいですね。うん、はい、この後は CM です。で、ゲスト電話コーナーです。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナ名古屋。愛の歌を歌うために生まれてきたんだきっと。愛の歌を歌うために生まれてきたんだきっときっと。はい、ゲストコーナーでございます。はい、今日は、シャオロン・トゥ・ザ・スカイ魂さんこと、遠山貴文さんになります。こんばんは。はい、こんばんは。どうも、こんばんは。ダンサーズでございます。はいはい、ありがとうございます。ちゃんと聞こえてますこれ？あ、聞こえてますよ。声、OK です。はい、聞こえますか？ええ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい。なんで。はい。ですね、今日は、はい、今日はご出演いただきましてありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。まず、自己紹介の方、お願いしてもよろしかったですか？はい、ロックバンド、シャオロン・トゥ・ザ・スカイの、ギターボーカル、で魂こと遠山貴文と申します。ロックバンド以外にもラジオ番組で沖縄の方でラジオ沖縄というところで、ロック玉手箱という、音楽の番組を、直木屋という相方と一緒に、やりつつ、通常はね、昼間は昼間というかもう一つ仕事があって HSTI 骨格調整所月の庭所長っていう肩書きも持って皆さんの骨の歪みを調整する仕事もしております。YouTube の方でも、骨格調整チャンネルで検索すると、僕の方が出てきますんで、そういう音楽と、骨を治す仕事をしてます。魂です。ありがとうございます。はい。はい、まずですね、ちょっと音楽関係のことで、はい、お尋ねしたいなと思ってるんですけども、今、はいはい、まあ、こういったような、まあ、コロナ関係のこともありまして、なかなかライブ難しいかと思うんですけども、はい、まあ、そのライブができない代わりに何かされていらっしゃることってございますか？あ、ライブができない間に、はい、僕のお店には、骨格調整のお店の併設して、はい、自分で作曲をするための部屋があるんですね。はい。で、まあ、それはまあパソコンとかそういう録音機材がちょこっと置かれてるようなものなんですけど、はい、そこで一人になって音楽をする時間がすごい増えたので、はい、新曲がバンバンできてます。ああ、素晴らしいですね。そうそう、ライブができない代わりに新曲を自分の家の、
会員スタジオで卓録で、はい、今までよりもより、クオリティの高い状態まで持っていくような技術が身につきました。あ、やりすぎて。あ、そうなんですか。卓録をやりすぎてですね。はい、まさにあの自宅ロックオンですね。そうなんです。ナオキヤにあやかってね。はい。それでそんなナオキヤとも一緒に、はい。ナオキヤを家に、そのスタジオに呼んで、はい。ナオキヤと一曲合作もしてるんで、最近。あ、そうなんですか。はい。そのうちそれも、はい、皆さんに聞いていただけるようになるかと思いますけど。あ、そうですか。そうするともう、はい、そう、お披露目となるとライブっていうことになるんですか。いえ、ライブじゃないと思います。今のところライブは、はい。僕、9月19日に那覇のアウトプットっていうライブハウスでワンマン以外決まってないので。あ、そうなんですか。はい。シャオナのワンマンありますけど、それまでもまあ、いろいろ放送でこれはかかってくるんじゃないですか。あ、オンエアでということですね。ちょっとしたそう。ああ、そうなんですか。またですね、はい、ちょっとぜひですね、お聞きしたいと思いますけども。はい。はい。で、今日はですね、実は言いますと、本日退院をしました、この者がいます。はい。退院？はい、退院なんです。魂さん、何の退院？魂さん、ご無沙汰しております、みそ煮込みスキーです。あ、どうもどうも、みそ煮込みすきさん。どうしたんですか、はい、体悪くしてたんですか。半月板を損傷しまして。損傷？そう、そうなんですよ。割れたってこと？半月板がひっくり返ってちぎれました。はい、何やったの？いや、これがまたちょっと全然、まあ多分筋肉、こうステイホームで筋肉弱ってて、もともと多分膝を酷使してるところに筋肉弱って負荷がかかったんじゃないかなって思うんですけど。はい。ねえ、でもちょっとびっくりな展開で。そう、そうなんですよ。はい。はい、うん、そうなんです。で、手術して、で、今日退院して、リハビリ、まあ5ヶ月間やる予定なんですけども。はい。でもそこのね、リハビリですごく言われたことが、やっぱり、もうそれこそ、ね、一度、月の庭さんの方の施術も受けましたけれども、まさに椅子に座る生活の方がいいって話ありましたよね。ああ、はいはいはい。うん、なんか本当に同じことを全く言われてて、やっぱり正座が良くないとか、そういう話とかも、あ、言ってた。あ、言ってました、言ってました、本当に。あ、そう、そんなこと言う人いるんですね。本当にまさに同じことを言われて。はいはい。で、まあ。これがちょっと言う。そうなんですよ。だから、なんか、そうね、今やってるところと、そのね、魂さんところの施術と、なんか同じだなと思いながら。はい、あ、そうですか。だいぶ嬉しいですね。ね、またね、ね、その月の庭の施術も沖縄にいたら受けてみたいなとは思うんですけどもね。そう、そして今ラジオ沖縄さんで番組やられてる、はい、そちらの紹介もしていただけますでしょうか。はい、毎週、月曜夜11時半から、はい、ラジオ沖縄の ROK という放送局で、ナオキヤという読谷が生んだロックスターと、はい、魂ことシャロン・トゥ・ザ・スカイ、遠山高神が二人でロック番組を夜11時半から、月曜夜11時半からやってますけども、はい、ロック玉手箱っていう番組なんですが、玉手箱、はい。名古屋にいる方々には多分、ラジコというね、ラジコプレミアムという。ラジコプレミアムでね、はい。お楽しみいただけます。という形で聞いていただくことができると、しかも聞き逃しても大丈夫と。いうことで。そうですね。ね、聞き逃しても。タイムフリーで聞けますので、プレミアムに入っていれば、ね。なんかラジオクラウドっていうのもやってるらしいですよね。あ、ラジオクラウドもされてるんですね。そうですね。はい。うん、そうだ。俺もラジオクラウドは僕は使ったことがないんですけど、それでも聞けるみたいです。ああ、いいですね、はい。いろんなメディアで聞けて。はい。はい、で、はい、本日はですね、実はもう一人いまして、はいちょっとですね、はい、魂さんの肝に触らないように気をつけなきゃいけないものがいます。肝に触らない。はい。こんばんは。誰ですか？滑り王子マスクマンでございます。以前はマスクマンでございます。マスクマン、はい。はい。なんで俺に肝に触るんですか？
いやいや、いや、あのですね、一つね、魂さんにね、お聞きしたいことがありまして、はいはいはい。王子ですね、メガネかけてるんですね、普段ね。で、こう、必ずね、こう、どんなメガネをかけてもね、こう、左の方にこう、ずれて入ってきちゃうんですね。ああ、メガネが。はい。で、ということはやっぱりこの、側頭骨がずれてるからだ。はい、やっぱりこの、王子のね、ビューティーフェイスもやっぱり骨がどっかずれてるんですね。そう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 。そうなんですよ。メガネがずれてるんじゃなくて、自分がずれてる。あ、自分がずれてる。そうなんですね。はい、どんだけね、ニューメガネをかけてもね、必ずね、ちょっとこう入ってきちゃって、調整しても、自然にこう、左の方にこう引っ張っちゃうっていうね、それがあるもんですから。また一応、ね。側頭骨ですね、これは。あら。これ大丈夫です。側頭骨の、ちょっとねじれを調整していただき、はい、させてもらうと、はい。両ほっぺの高さが合ってきますから。はい。そしたら、ね、メガネが引っかかるところがね。あ、やっぱりこう、安定しますよ。頬もこうずれてるってことですよね、そうすると。そうです。頬杖とか横眠りをしたり、ソファーの肘置きなんかに頭を置いて寝たりすると、頭蓋骨に圧迫が加わって歪んでしまうんですよ、はい、どうしても。ああ、そうです。よくね、それをやってるんですよね。ソファーのではこう、はい、こう、出っ張りにですね、頭をね、かけてますからね。ソファーの出っ張りはね、実はね、柔らかく見えて、実はあれ木材ですから、硬いんですよ。硬いですね、うん、はい。だからね、硬いのが好きで、よくそういうところにね、頭乗っけてることが多いもんですから。ダメですよ。それね、ただ痛気持ちいい、心地よさを味わってるかもしれないけど、実際は車の板金と一緒で凹んでるんですよ。あら。ああ、やっぱり。そうするとですね、脳のその血液の流れも悪くなってね、そうそうそう。脳が歪むよね。脳さえ歪みますよ。あら、そうですか。やっぱりね、そうすると、このトークもね、自分ではね、きちっとしたね、トークをしてるつもりなんですけどね、いろんな方々からね、よく滑ってるよって言われるもんですから、ということで、そういうところで、あれかな、血液の巡りも悪くなっててね、饒舌なトークができないっていうこともあるかもしれないですね。頭蓋骨の歪みが悪くなってくると、言葉、出したい言葉が出てこないですよね。サクサクと自分の言葉の引き出しから、はい、的確な言葉を出そうとしても、なんかうまくいかなくなるんですよ。うん。それをちゃんと整理すると、言葉の棚、引き出しが整理されてくるので、はい。リズムのいい会話、トークができるようになってきます。あ、いいこと聞きました。ありがとうございます。ぜひ。ぜひですね。質問の人なんかも改善しますから。ああ、そうですか。はい。通えるといいんですけど。ぜひですね、この、滑り王子マスクマンも骨格調整した方がいいですよね。そうですね。ねえ、愛知県になかなか骨格調整士が育たないんですよ。ああ、なんか以前いらっしゃらたけど、もう辞めてしまったっていうことで。なんか続いてないという感じがしててですね。はい。すごく残念なんです。ああ、はい、残念ですね。彼が一度沖縄をお邪魔した際は、この骨格調整で、このトークをなんとか直していただきたいなと。名古屋に骨格調整所が、きちっとこう、なんていうのかな、根っこを張ってくれると、はい、僕も行きやすいんですけどね、講習しながらライブしてから、はい、大阪行くことができる。ああ、もうすごい、それ理想的です、ね。理想ですよね。そうそう。だ東京ではよくやってるんですよ。ツアーの次の日に僕、骨格調整の講習をしたりするから、はい。だいたい大阪、名古屋、東京でできたらそれが一番いいんですけどね。ああ、そうですよね。はい、一度ちょっとそういった、はい、ね、人が育っていただける環境だといいですね。そうなんです。はい。だから僕の YouTube なんかでは、その、外に、沖縄県外にいる骨格調整士、調整士へのメッセージも込めて、あとは、まだ受けたことのない人たちに向けてのメッセージをやってるんですよ。はい、YouTube の今ね、ツイキャスで進撃のめいちゃんさんが YouTube の、ね、リンクを貼ってくれてますので、はい、その今、FM ギノワのツイキャスをご覧の方は、はい、見れますね。リンク先貼ってくださってるんで。ぜひぜひありがとうございます、はい。骨格調整で検索すると見れますね。はい。またですね、はい、まあ、うちの滑り王子も沖縄お邪魔させていただいた際は、ぜひですね、骨格調整。いろいろ強制しないと。あとトークの調整。はい、いろいろお願いできればと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、はい、お時間となりました。今日貴重なお時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。名古屋の皆さん、よろしくお願いします。ロッケンロー。ありがとうございます。ロッケンロー出ましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日はシャーロット・ザ・スカイ。魂さんこと、遠山孝文さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、はい、敗退名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。爪に白い丸い点が出てきました。アレックスです。どんどん、あら、なんだ、ほら、なんかあるんですよね、きっとね、うん、はい、痛いことはよく味わいました。体も行動も痛いなってのを高校生の時やっちゃいました。夏休みが明日終わる日にハイテンションで畳の上でトリプルアクセルをやったんです。トリプルアクセル、トリプルアクセル、足の親指の爪を、ああ痛い、畳の目に引っかいてしまい、あ、半分取れてしまいました。当日に病院へ爪を全部取ることになったのですが、ま、痛そう、あんた若いから麻酔なくてもいいよねちょっとやばいなこれと、お医者さんが言った途端お尻に冷や汗、お尻、お、ビシッと爪を剥がし取られました。うわ、次の日の出航日、草履で親指を包帯ぐるぐる巻きで登校、恥ずかしかったのと痛いのとで散々でした。でもね、聞いただけでもね、痛いよね。いや、それは、いや、もう今は大丈夫なんだよね、はい、ね、これ本当にね、それで、ね、痛いというか怖い話でした。はい、はい、ツイキャスでね、ひろっちさんが2年前のことですが、僕はお酒を飲んで家に帰ってきてすぐのこと、何かにつまずいて右足を滑られタンスにゴンしました。人差し指を骨折して完治に6ヶ月かかりましたって。痛いよ、もう。やっぱり指は大変ね。はい、来週またですね、今日読めなかった分をね、はい、メールね、お読みしたいと思いますので、今日はごめんなさい。はい、はい、じゃあエンディングですか。エンディングでーす。はい、来週のテーマは梅の雨と書いて梅雨、梅雨、梅雨、梅雨。来週のテーマは梅雨です。梅雨のジメジメをどのようにして対策しているかなど、あなたの梅雨の過ごし方を教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那賀首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きいただきまして、はい、ありがとうございます。ね、まだまだ紹介できなかったメールがあるので、うん、来週も引き続き紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ今週はこの辺で閉店ガラガラ。テクレは？どうぞ。はい、復活しました、味噌煮込み式です。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。ね、ツイキャスメッセージまだまだ読みたかったんですけれどもね、あの、いろいろ隊員の話とかも本当にありがとうございます。 でもこれからがスタートなので、アスリートチックなっていう風に頑張ります。だから今日あれでしょ、あの王子のトークもね、ビシッと決まってたでしょ。いや、いろいろ、ダメダメ、いろいろ調整してもらわないと、骨格を。骨格をね。なんか、はい、歪んでるよっていうのもあったから、ね。はい、ということで、はい、それでは、また来週、ありがとうございます。